クレンダ・ジャクソンは、イギリスの女優、政治家。リバプール近くマージーサイドのバーケンヘッドで、レンガ職人の家庭に生まれ、高校卒業後に2年間薬局で働いた後、ロンドンの王立演劇学校で学ぶ。1957年に、テレンス・ラティガンの、命名のテーブルで舞台にデビューする。これまで、トニー・ショーに4度ノミネートされている。1963年に、 映画デビューし、恋する女たちと、ウィークエンドラブでアカデミー主演女優賞を受賞。テレビでは、エリザベス一世に扮した、エリザベス・ R で、エミー賞を2回受賞。ケン・ラッセル、ジョン・シュレ・シンジャーなどのイギリス映画作家の作品を、通して70年代の自立した女性像を演じ続けた。シェイクスピア、イプセンなどの古典、近代劇からコメディまで幅広くこなす演技力には、 定評があり、妥協を許さない個性の強さと貫禄のあるセリフの言い回しが特徴。アメリカ国内での演技賞受賞により認知度は高いが、いわゆるハリウッド的なスターとは一線を画す。1992年に、正解入りのため女優を引退する。労働党に所属し、運輸大臣を務めた。2010年のロンドン市長選挙への立候補のために、 大臣を辞職したが、出馬はしなかった。政界引退後の2015年以降は主に、ロンドン、ニューヨークの舞台で俳優活動を復活。シェイクスピアのリア王、エドワード・オールビーのピューリッツァー賞受賞作、幸せの性比べなどに出演。後者で、ブロードウェイのトニー賞を2018年に受賞。ありがとうございます。